4本お伝えをいたしました。冒頭はブラボーでありました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。あと幹事社の方から3点お伺いさせていただきます。まず、コロナの関係で1点お伺いさせてください。東京、昨日 の、 モニタリング会議なんかでですね、このままのペースでいくと12月 の、 下旬に、2万人に達するんじゃないかというような推測も出ていましたけれども、まあ、こういった状況の中で厚生労働省の方ではコロナ の、 5類への引き下げというのの議論が、まあ、本格的に始まっています。で、ワクチンが例えば有償になるとか、あと普通の患者と一緒に、診療できるようになるので医療体制の逼迫が緩和されるんじゃないかとか、あと、まあ、引き下げてしまった場合緊急事態宣言というのを出せなくなるんじゃないか、簡単に出せないとかっていうようないろんな変化が影響があるというふうな話になってきますけれども、指示としてはこれコロナの5類への引き下げというのは引き下げるべきだというふうに考えていらっしゃるのか、まあ、引き下げるべきならどういった時期をめどにそういったことを考えればいいというふうに、まあ、今の時点でお考えになっているのかというのを端的にご意見をお伺いお聞かせくださいというのが1点目です。で、2点目は、11月の27日にあったスピーキングテストの関係で1点お伺いさせてください。試験の後にですね、例えば隣の教室の声が聞こえたとかですね、前半と後半の生徒が接触できたんじゃないかというような指摘が SNS で上がっていて、弊社の方でも取材の中でそういったことがあったんじゃないかというようなことは、いろんな方からお伺いしているところなんですけれども、知事として東京医は例えばこういった問題を含めた運営面についての、まあ、課題とか結果みたいなものを検証して、まあ、発表する場というのを設けるべきだというふうに考えていらっしゃるか、もしそうであれば大体どのくらいの時期までに、するのが適当かというふうに考えているのかというふうなことをお伺いさせてください。で、最後3点目、11月 の、 29日に都立大で社会学者 の、 宮台真司さんが切りつけられる事件が起きました。で、知事としてもいろいろ賛否が分かれるような政策とかについて判断したりとか論じたりとかってするのはお立場になるので、でかつそのオープンな場でいろいろ発言されたりとか市民の方と触れ合ったりとかされる立場がだと思いますけれども、そういった立場からして、まあ、今回 の、 事件をどのように受け止めているのかということと、例えば今回都立大ということでしたので、まあ、大学の警備体制ということについても、まあ、どういうふうにお考えになっているのかというようなことをお伺いさせてください。以上3点です。はい、5類への見直しについてですが、まあ、久々にこの戻られたのでご存じないかもしれませんが、都として国に対して見直しをずっと求めてきた方です。よってその見直しはどうかと聞かれると見直しをするように促してきたというのが立場です。で、それで一方でですね、このそれをベースそういった声もあってか、国においては感染症法の改正案について新型コロナの位置づけ、速やかに検討するという旨の、まあ、そのような規定が今回追加されたわけですね。ですから一つこちらからの声は届いているということだと思います。一方でですね、コロナと共存する社会の実現ということについてはですね、まず重症化リスク、そして他の感染症との比較、エビデンスに基づいて、速やかな議論を進めていかなければならないので、それについてはまた国に対してそういったことを望んでいきたいと思っています。まあ、課題とすればその医療費に関しての費用はどうするのか、それからワクチン接種 の、 そのワクチンの接種そのものですけれども、それに対して誰が負担するのか、それから各種の感染症対策のその他も財政負担ですね、これを一体どうするのか、まあ、一体いくつかの論点がありますので、ぜひ現場の声をよく聞いて混乱のないように丁寧にお進めいただきたいと、このように考えております。それから2つ目にスピーキングテスト の、 質問がありましたけれども、これについては私の方では大きなトラブルも内閣予定通りに行われたというふうに聞いております。詳細は教育委員会の方にお尋ねいただければと思います。
都立大で傷害事件が発生したこと、これについてはですね、まず被害に遭われた教員の方に心からお見舞いを申し上げる、それが1点、それから2点目にはですね、まだ犯人が逃走中だということで、学生さん、また近隣住民の皆さんの不安もあるかと、一刻も早い逮捕を望んでおります。一方で都立大学であります、非常にオープンなキャンパスで、そしてそれがとても近隣の皆様方にとっても緑が多く、安らぎの場にも本来はあるべきなところであります。それが打ち破られたということで、学内に対策チームを立ち上げて、校内の巡回や警備を強化するということ、また不安を抱く大学生に対しての相談対応なども実施をしております。また防犯カメラについて、この死角があったり、また場内の暗い場所などに対してセキュリティをどうやって強化していくかということなども都立大の方で進めているというふうに聞いております。一日も早く日常を取り戻していただけるよう、キャンパスの安全安心を確保していきたい、このように考えています。では各社さん、お願いします。はい、どうぞ。読売新聞の渋谷と申します。コロナのお話もありましたけれども、本日の夕方にですね、感染症法の改正案が成立する見込みとなっております。で、改正案の中ですと、病床確保などに関して都道府県の権限が強くなるということで、知事の中から竹野知事から評価する声が上がっている一方で、現場からは病床確保しても医療人材をどうするかという懸念の声もあるようです。この改正案に対する受け止めや評価に関して伺いたいのと、あるいはもっとこうするべきだという思いがあれば、その部分についても教えてください。はい、対策についてはそれぞれの地域性などもあります。そういった点で、自治体に対しての権限が広がるということは一つの前進かとは思います。一方で感染症法というのは、例えば首都圏で申し上げますと、ウイルスはこの県境とかあまり関係ない話になってきます。そういったところではやはり感染症法上の、もちろんレベルにもよりますけれども、それらについてはですね、全体で考えなければならないときの国の責任、国の判断、これは極めて重要であり、また先ほども課題として申し上げましたけれども、感染症ということになった場合のその費用の持ち方などについては、やはり明確な形、算定基準等々、それがあってしかるべきだと思います。目的は国民やそれぞれ都民の命健康を守るという、そのために一体行政として何をすべきなのかということを考えていくことだと思います。一方でこの間2年10ヶ月ですけれども、いろんなことを、今回の感染症ウイルス COVID-19 については、経験をしてきた。それに対して薬、ワクチン、そういった安全保障上と言ってもいいと思うんですね。今もこの間塩野義のゾコーバが承認されましたけれども、基本的に国内でどうやっていざといったときに確保できるのか、命での面で買い負けが起こらないのかといったような、より大きな観点での見直し、そして確認、そしてそれに対しての体制づくり、そういったことが必要になってくるのではないかと思います。世界的なパンデミック、もっと言えばですね、水際対策っていうのも非常に苦労しましたよね。そしてこれは引き続きウイルスが国境を越えてくるということも容易に行われるわけですので、こういったところは逆にWHO などを含む世界国際的な機関との連携などなど、そういったことも確認をしていくべき課題ではないか。
めて大きなマクロであり、ミクロの課題、そして一人一人の公衆衛生、それに対しての人材育成、もう本当に広がりは大きなものだと思いますので、一つ一つの、この、こう、なんていうんですかね、法律のこの部分の文言を変えるといったような話だけではなく、より大きな観点での見直しをするべきではないか、まあ、都としても日本語と英語で、これまでのまとめも行っております。こういったことをベースにしながら、我が国はですね、死亡率が一番低いと言っても過言ではないわけですね。どうやって、これはもう東京モデルが基本的に、な例になっているかと思いますけれども、いかにしてその命を守るかというところを重視した戦略で進めてきたからこそ、この東京モデルが、まあ、日本でも銃でも生かされながら死亡率は引き下げてきたのではないか、まあ、もちろん昨日5万人という大きな数字が出ましたけれども、まあ、これについてコロナそのもの、それから高齢による高齢者のこれまでの既往症などとの関連とかいろいろございます、まあ、人口はそもそも多いということもございますけれども、その中でも例えば他の都市とも比べましても、東京は死亡率を抑えることができてきたのではないか、まあ、これらのことをベースにまだ変異株が新しいのが出現して、またそれに対しての対応などそのたびに臨機応変に進めていかなければなりませんけれども、今回そういった感染症法の見直しということを機にですね、さらに大きな観点で対応できるようにして、いろんなレベルで対応していけるようにする必要があると考えております。長くなりました。はい、ありがとうございます。すみません。もう1点よろしいでしょうか。はい、調布飛行場の墜落事故の再発防止対策についてお願いいたします。東京都は飛行機に駐機する自家用機に対して大島空港への格納庫を整備して移転を求めていらっしゃると思います。しかし今のところそれに応じられたオーナーさんはおらず、格納庫も完成後使用されていない状況が続いていると伺っています。その現状に対する受け止めをお願いします。またこの自家用機の移転をですね、東京都として今後どういうふうに推し進めていこうとしているのか、そのあたりのお考えをお聞かせください。はい、これについては地元市、まあ、調布市などから強い要請がございまして、それを受けたものであります。で、まあ、じゃあオーターナティブはどこかということを現実的に考えると、都営の大島空港が有力な移転先候補だということから、自家用機の所有者と候補この交渉も行ってきたということです。でこれについては移転に必要な経費の補助など、まあ、新たな取り組みを講じながら自家用機所有者と粘り強く交渉を続けてまいりたいと考えております。以上です。はい、ネクさん。はい、時矢ネクです。よろしくお願いします。12月に入り忘年会の時期となりましたが、これまで2年連続で忘年会を中止にした企業も多いかと思います。で、まだこれから冬に向けて感染者が増える予想がされている中、改めてなんですが、今年はどのように楽しんでほしいかお考えをお願いします。とあともう一つ、少し都庁内での忘年会というのはどうされるのかなというお考えをお願いします。先ほどもアクティブな冬をということで今回行動制限は行わないということを申し上げました。むしろこの都民の皆さんやそれぞれ企業の皆さんもこれまでのノウハウがいろいろあって、それをベースにしながら判断をされるものではないかとこのように考えております。まあ、都庁についてはもちろん都の職員それぞれ守るべきことを守りながら、いろいろな形でこのアクティブな冬、そして1年を振り返るということをしていくのではないかというふうに思っております。これまでのような形ではないということです。はい、どうぞ。
東京新聞の浜崎と申します。先ほど のコロナ対策のところで東京モデルをはじめとした対策でその死亡率が他国と比べてもこう抑えられているという実績があると思うんですけども、今回またこう冬第8波の抑え込みに向けてまたですねワクチン特に接種間隔が短くなって4回目それから高齢者は5回目もこう呼びかけられるということ で一方でなんか11月時点で全国でその12歳以上でワクチン接種後の死亡例というのはほとんど因果関係は不明とか評価は不能ということなんですけども、大体1900件ぐらいあるみたいでして、そのあたりこれから都民にまたワクチン接種呼びかけられるにあたって知事としてどのように捉えられているのかなというちょっとお伺いしたいです。はい、そうですね、昨日のモニタリング会議でも基本的にはその感染者について、陽性の方々の年代別にしましても60歳以上が確か6割を超えていたというふうに思います。一方で若い方々でもかかる方はおられるという中で、そうですね、ちょっと数字忘れましたけれども小さい方で、残念ながらこの重症になったり、また時にお亡くなりになる方もおられるかと思います。その因果関係についてはなかなかいろんな例がございますので今ここで、何件でということは申し上げられませんけれども、しかし子どもさんにとっても医療現場ではもう最大の努力をしていただいているというふうには思います。それらについてもこれからのオミクロン株対応ということでの小さい方の対応も含めてワクチン接種できる方々にはお願いをしているところであります。これらの因果関係については日々いろいろ研究をしながらまとめていくことになろうかと思います。すみません、TBS テレビの佐藤といいます。赤ちゃんポストについてお聞きしたいんですけれども、都内で設置を目指している医療機関と先週意見交換もあったと思うんですけれども、改めて赤ちゃんポストを都内に設置することの意義ですとか、あと行政との連携が重要というお話もされたと思うんですけど、都としてどうやって連携していこうとお考えなのか、あと江東区長が設置に難色を示しているというような報道もありますけれども、それについてどうお考えかちょっとお聞かせください。まずこれについてはその名称をですね、皆さんがお伝えになっているその名称はやめられた方がいいんじゃないかと思います。何か郵便物を投函するような安易さを感じさせるっていうのは本来のこの設置をするためのその目的と少しずれてきているのではないかなという思いがいたします。それだけに江東区長はですねネガティブな反応を示されたのではないかなというふうに思います。望まずして子どもを出産するというそこに至るまでのまず対応ですね、対応というか周りがどう対応していくのか、例えば相談であるとか、もっと言えばその教育の話から始まるわけでして、そしてでもそれでもそうなってしまったということになりますと、その制度的な里親であるとか児相の対応であるとか、そういったことが必要になってくる。そもそも これからおっしゃっている方々がどういう対応でどういう体制で臨まれるのかということなどもいろいろ確認すべきだというふうに思います。ちなみに残念ながらこの間陽性に来られた方々がおっしゃっていたのは、望まずして子どもが生まれてきた際にいろいろと悩んで、で結局殺めてしまうという例が毎年の例のやまないということからという話はされておられました。いずれにせよ全体として考えるべき対応も含めて考えるべきものではないのかなと
というふうに思いますし、名称も皆さんちょっと少し考えられたらよろしいのではないかなと私は思っております。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、どうぞ。テレビ東京の野中と申します。よろしくお願いします。昨日のモニタリング会議の中でですね、1週間の新規陽性者の平均数が1万人を超えていることですとか、あとは医療提供体制の引き上げですねという話が出たりですとか、新規陽性感染の再拡大の恐れがあるという報告もあったと思うんですが、それを受けてですね、週末にこの都民の方にどういうふうな行動を取ってもらいたいか、ちょっと重なった部分もあると思うんですが、改めて何かメッセージあるとしたらお願いします。先ほど3つあると申し上げました。攻めと守りと備えと、これから寒くなりますインフルエンザの懸念もまだあります。基本的にまず攻めとしてワクチン接種と、そして守りとしてさまざまな対策を講じていくことと、それから備えとしていざ感染して自宅療養などに迫られていくことになると、まずお薬ですね、解熱剤など、それから食料をなどを少し多めに確保していくなど、ぜひそういったことに皆さんがこの3点、そしてまた一方でこれまでのようななんていうんですかね、これまでの冬とは少し違いますので、そこはアクティブな冬をお過ごしくださいという、その点を申し上げたいと思っております。で、医療提供体制については最大ですね、12万人以上のこの提供体制はですね、都としては整えております。ですから、まずは感染と、そしてまた重症化しないような攻めと守りと備えを皆様方お心がけいただき、行動していただきたいということです。すみません、具体的にどんな点に気をつけてもらいたいかとかっていうのはありますか？いや、もうさっき申し上げた通りです。わかりました、はい。ありがとうございます。じゃあ、木田さんどうぞ。ミュートにしてくださいね。ミュート解除だ。はい。はい。はい。全力新聞の木田です。五輪の東京組織委員会の資料の保存と解除について、お尋ねします。現在組織委員会はこの通り解散して清算法人になっておりまして、その記録の保存と開示の問題は代表清算人の個人の責任のもとで行われております。この国民的財産である五輪の記録の保存と開示の問題について、そういう個人の責任の範囲内で処理されるというので十分でしょうか？これについてね、受け取りのお考えを伺いたいと思います。はい。今回のこのオリンピック・パラリンピックに関して、さまざまな今取り調べや起訴等々が繰り返されていること、本当に遺憾であります。これについては今清算法人の方で捜査に全面的に協力するようにということはお伝えしておりますし、また都としてもですね、すでに塩田副知事トップに調査チームを立ち上げております。で、契約にかかる手続きや意思決定過程などがについてしっかりと確認をしていくということです。さまざま資料等も今回いわゆる捜査の関係で、そちらの方に渡っているということでございます。必要なものについてはそれらの書類資料などについては適切に、対応しているということです。はい、ありがとうございました。よろしいですか？はい。
よいしょ。